今回紹介するのは「夢が叶う日めくり」という本です。何気なく買ったこの日めくりに感動してしまいました。インテリアとしてもいいかも。本作には筆者の考え方や夢を叶えるためのノウハウが筆文字で描かれていて、たった32項目だけど1ページめくるたびに熱いものが伝わってきました。この考えを持っている人が作った居酒屋はきっとあったかい飲み屋なんだろうなと思いました。夢を持つものとして、これから親になるものとして、そして最高な人生を送りたいものとして、この32項目を実践していきたい。あと、最後の32項目目は少し笑ってしまいました。どちらかというと、大人向けの日本一わかりやすい自己啓発本と思います。プラス思考である大切さは、自己だけでなく無限の周りの人々に大きく影響を与えます。思っていても忘れるので、いつも目につくところにかけておけば、程よい刺激で有意義な人生を過ごせるかもです。以上、興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。